本日は、車座ふるさとトークにご参集いただきまして、誠にありがとうございました。車座ふるさとトークの趣旨は一定のテーマに基づきまして、その地域の方々と各、担当各省の大臣副大臣政務官が、車座の対話を行い、生の声をつぶさに聞いて国の政策に生かそうとするものでございます。今回のテーマはスマート農業の推進についてということでお集まりいただいております。リラックスして、気兼ねなくお話をいただければと思います。なお本トークは全体を通して公開の形で実施させていただいております。また役所の方でもトークの様子を撮影させていただきますので、あらかじめご了承ください。本トークの概要および概況は後日農林水産省と内閣府のホームページにおきまして公開させていただきますので、これも併せてご了承ください。それでは、開催にあたりまして、農林水産大臣から、加藤農林水産副大臣からご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。それでは開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日は大変お忙しい中に車田ふるさと東部にご参加をいただきまして本当にありがとうございました。この車田ふるさと東部は現場の声を大事にしたいという安倍総理の強い思いのもとに、大臣、副大臣、政務官が自らの耳で現場の声を聞いて安倍内閣の政策に生かしていくことを目的として開催を出しております。また安倍総理は農林水産業全体にわたって改革を展開をし、若者の将来に夢や希望を持てる農林水産新時代の構築をしていくことが重要と考えております。このような方針のもとに政府一体となって農林水産行政を展開をしております。本日のテーマはスマート農業の推進についてであります。我が国の農業が抱える担い手不足の課題を解決をして農業の生産性を飛躍的に向上させるためには、ロボット、AI、IoT 等の先端技術を生産現場に積極的に導入をしていくことが不可欠であると考えております。このため農林水産省では令和元年度からスマート農業技術を実際の生産現場に導入をして経営への効果を明らかにするスマート農業実証プロジェクトを全国69カ所で展開をしているところでございます。この取り組みの一環として愛知県西尾市では JA西三河給流会の皆様に施設給流栽培の ICT 化等の実証に取り組んでいただいているところでございます。今回の車田ふるさと東部を通じてスマート農業に関わるさまざまな活動をされている方々の生の声をお聞きをしまして、今後のスマート農業政策に反映をしてまいりたい、このように考えておるところでございます。私も国会に来るまでは20年近く農協の組合長をさせていただいておりましたので、農業者の方々の気持ち、
思いというのは、十分に理解をいたしておるつもりでございますので、今日は皆様方の積極的なご意見を受けたまらせていただければ幸いに考えておるところでございます。まあ、本日はスマート農業に取り組んでおられる農業者の方、スマート農業技術の研究開発や普及等に取り組んでおられる方、農業女子プロジェクトなどを通じて農業の魅力を広く社会に発信をされておられる方、農業大学校の生徒の方など多様な立場の皆様方にご参加をいただいております。皆様が日々のご活動の中で感じておられる思いやご意見を自由簡単に発言いただきますようにお願いを申し上げますとともに、本日の車田ふるさとトークが皆様方にとりましても実り大きいものとなりますように記念をして開会にあたってのご挨拶に返させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ここで本日のご来賓のご紹介をいたします。まず衆議院議員の青山周平様でございます。はい、おめでとうございます。西二川農業協同組合代表理事組合長の名倉正人様でございます。はい、名倉でございます。本日はおめでとうございます。でははじめに出席者のご紹介をさせていただきます。加藤副大臣の左隣から順番に時計回りでご紹介させていただきます。 J 西三河キュウリ部会の会員であられます下村健司様でございます。よろしくお願いします。小野田農園代表であられます小野田裕二様でございます。はい、よろしくお願いします。大橋園芸代表であられます大橋悦司様でございます。はい、よろしくお願いします。株式会社タナキュー代表取締役であられます永井千春様でございます。はい、よろしくお願いします。愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課西尾駐在室主任専門員であられます久野聡様でございます。よろしくお願いします。西三河農業協同組合営農部営農企画課長であられます太田智弘様でございます。はい、よろしくお願いします。トヨタネ株式会社施設部広域営業部執行役員であられます三浦慎一様でございます。よろしくお願いします。愛知県農業総合試験場園芸研究部次世代施設野菜研究室長であられます小川理恵様でございます。よろしくお願いします。国立大学法人豊橋技術学大学エレクトロニクス先端有効研究所教授であられます高山幸太郎様でございます。よろしくお願いします。愛知県立農業大学校職員であられます榎本武史様でございます。よろしくお願いします。愛知県立農業大学校学生であられます榊原正里様でございます。はい、お願いします。以上の方々が本日の出席者の方々になります。それでは意見交換に入りたいと思います。本日の進め方でございますけれども、議事次第にありますスマート農業の推進についての思い、今後の活動要望、これらにつきまして皆様からご発言いただき、その発言を踏まえて意見交換をさせていただきます。4人から3人ずつぐらいこう3回に分かれてですね、まずご意見をいただきまして、若干意見交換できたらと思っております。
まずはじめに、下村さん、小野田さん、大橋さん、中井さん、順番によろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。紹介します。現在ですね、JA 市民課は金利部会で、金利を生産している、40人の代表として本日参加させていただいています。私ですけれども、2000年に新規就任いたしまして、今回、大阪20回目の有利災害、現在取り組んでおります。で、給料会、40名ですけれども、皆さん大変零細でですね、家族経営を産地になっております。そういったことで、私たち、全員まとまってですね、いろんなことを取り組んでまいりました。でその中で、キーワードになってきますスマート農業、ということで、まず、情報共有というところに着目しまして、いろんな情報交換をする中で栽培技術の向上をしていきました。そして、一番大事になってくるからですけれども、ICT ツールですね、ICT ですね、そういった機器をですね、フルに活用することで、より一層、信頼関係の中で、自分たちの経営を高度化しようという方向へ、向けてまいりました。で、通常ですね、農家の、自分たちの経営って他の人に、見せないっていうのが常ですけれども、それを打ち破って、ICT ができましたので、全国10拠点次世代施設連携、導入加速化事業で、大変大きな、施設というのが今、国内でできてきまして、国内多分、大規模化と私たちのような零細農家というのが二極化する方向にあると思います。その中で私たち零細農家が今まで培ってきた技術をですね、いかに、日本の農産物を支えるかということで、私たちのような小さな生産者が集まってですね、ノウハウを持ち寄って、より高度化するこういった取り組みにですね、ぜひ国もの方も後押ししていただきたいなと思っております。で、スマート農業では今回のプロジェクトを参加させていただいておりまして、その中でいろいろ、栽培の見える化ですね、経営の見える化、こういったものを取り組んでおります。こういったデータをですね、より大勢の人間が、集めてですね、リコールの分析、こういったところまで、持っていって、私たちのような零細な農家が、より元気になるような取り組みにつなげていっていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは続きまして小野田さん。皆さんこんにちは。地元の西尾市で、水田作、お米と小麦と大豆の生産と販売をやっております小野田と申します。よろしくお願いいたします。今現在今日スマート農業がテーマということで参加させていただいたんですけども、今現在私は5年麦大豆、産作物を年間2年3作でローテーションで作業させてもらっているんですが、すごく必要に迫られている時代が来たなと感じております。というのは、もともと水田作っていうのは、その名の通りは水筒がメインで日本の水田の動きだと思うんですが、私の地元は、実は小麦作がここ数年ものすごい地元の農家さんの努力もありまして、あと愛知県の専門の絹和会という品種が出てきたことによって産地化までいけるんじゃないかという勢いで今爆作が進んでおります。で、もともとは生産調整連作ということで爆作大作
を僕らも頑張ってこう進めていたわけなんですが、もう意識的には添削という意識はもう実は全然なくて、もう本命と同じ本作という気持ちで取り組んでおります。でそうするとやっぱり何ていうんですかね、仕事の内容に差をつけるわけではないんですが、お米作は頑張るけども添削はちょっとという感覚はもう僕らの中にはもうありませんし、もうそれよりももっともっとこの爆作大作を攻め込んでいきたいという気持ちがありますので、その中でどうやったらこの産地化まで育ててきた小麦をもっともっと攻め込んでいけるのかなって思ったところに、ちょうど今時代の流れが来たというんでしょうか、能勢城の方でも、ここ数年でしたかね、ワグリという情報の、共有するプラットフォームがありまして、ぜひ使わせていただきたいということで地元で今取り組みを始めたようです。すみません、僕は自己紹介から始めようと思って全然脱線してしまったんですが思いのほか先に言ってしまったんですが、何が言いたいかというと、今自分が取り組んでいるのは、11名の、現在まで有志なんですが、ICT ツールをトヨタ自動車さんのものを使って共有をして、まずボトムアップを図ろうということをやってます。で、今実際に実装運用が始まって、小麦作で1年、大豆作も1年ですね、やっとデータが積み上がってきて、今からこれをもとに検討を始めて、その後に例えばドローンだったりだとか、センシングだったりが、どこの部分で活かせるのかということを今から検討する段階までやっております。で、これからまだまだ課題もたくさんあると思うんですが、今日皆さんとせっかくの機会で車座トークということで、いろいろ、こう勉強になるということがあったりとか、刺激を受けることがあるといいなということで今日参加させていただきました。よろしくお願いいたします。続きまして大橋さん。はい、トヨタ社から来ました大橋です。よろしくお願いいたします。私トヨタ自動車の本社の最寄りの工場でして、トヨタ企業さんも100年に一度の、変革期だと言っていますけれども、農業にもそういう波が来ているのかなと、徐々に感じております。で、私今日沈黙屋みたいな格好してご質問を終われたかもしれませんけれども、これがですね、トヨタ自動織機が100年以上前に作った、旗織機でですね、今も実際に、福岡県久留米市で、この布を織っております、そういうのに関連してですね、勝手に姉妹都市を久留米市とトヨタ市でやっております、で、三河市域とですね、久留米ってちょっと不思議なつながりがありました。常滑の亀で藍染めの藍色を入れてたりですね、昔はすごい交流があったんだなという、そんな田舎同士の温かい気持ちで今日は知らせてもらおうかなと思っております。私地元では、米麦大豆野菜の苗、そしてトマトの、環境制限の発生栽培をしております。もともと豊田市は水田だらけでございます。で、私の父親は今から60年前に実はトマトを作り始めまして、当時はそんなトマトが、売れなかったりして、すぐ諦めまして、その後野菜苗の生産販売するようになりました。で、徐々にですね、私の代になって、10年20年とやってるうちにですね、従業員も増えまして、その従業員の中で、トマトを作りたいというものが出てきましたので、どうせだったら今流行りの環境制御で、作ろう、しかも、できるだけお金をかけずにやりたいという要望を、資材メーカーにしました。それでですね、エコサービスという名前でですね、今までにない、新設計の、パイプハウスを作っていただきまして、で、オランダ型のハウスで、栽培するよりも、費用が半分、3分の1までいかないくらいの
肥料で、建設することができました。でそこでトマト栽培を任せた、新米の方がですね、1年目に、9月定食、11月から7月の収穫なんですけど、1年目で32トン、で2年目で36トンの収穫を上げました。で私はこれをやっぱり進めたいなと思うのは、この匠の技術になるまで待ってられない。もう今はすぐに、収益になった方がいいと、もう一日修行とか言ってられない、そういう時代になってきましたので、できるだけもう素人の子でも、安心して任せれて、そして収量を上げれて、ちゃんと稼げる、そういう状況を、作っていくには、やっぱりスマート農業、ICT、そういうものが役に立ったなというふうにすごく思っております。愛知県というのはですね、比較的人口が多いところでございます。豊田市特に何の産地というところではないんですね。で、何を我々の強みにしていこうかなと思ったときに、やはりこの消費してくれる方が近くに見える。新鮮なものを新鮮なうちに届けられる。というところを強みにしていきたい。そうすると少量多品目になってくるんです。2丁分のトマトを作って予想出していく必要はないわけです。私のところ。で、少量多品目になるとさらに今後、給料やろうか、ナスをやろうかっていう話になってくると思うんですけども、そんな時にも、スマート農業が、役に立ってくるのではないかなというふうに、思っております。今後の、若く、農業者のためにも。希望のある、技術になってくれることをやっております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは永井さんお願いいたします。はい、お隣は碧南市で人参玉ねぎの生産農家をしています。株式会社長井永井千春と申します。よろしくお願いします。私は大学を卒業してから飲食業でずっと働いていました。6年前丸6年前、U ターン収納で実家に収納をして、一昨年の8月、父と代表を交代しました。その時に法人になりをしました。現在はその野菜の人参玉ねぎの生産販売と並行して、野菜教室、野菜ワークショップといった一般の方に直接野菜の魅力を伝えて食べていただけるようなイベントの開催等をしています。私の父の代の時には、父はちょっとなんていうんですかね、プロモーターというか、新しいことが好きで、どん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 自分からいろんな情報をかき集めてきて、それをみんなに伝えて新しいことを推し進めてきました。そのこともあってなのか、おととし日本農業省の特別賞をいただくことができました。そんな父の背中を見て育って、収納したいと思って収納して現在があるんですけれども、私の周りの農家さんは、同世代の農家さんは男性ばかりで、力もあってそれぞれの父のやれることが同じようにやれて羨ましいなっていつも思ってました。私は父と同じことができないなと思ったので、野菜教室、野菜を伝えるということを一緒に仕事としてやるようにしました。それについては非常に楽しく、農業って面白いな、楽しいなっていうのを、それから女性目線っていうのも加えて、皆さんに伝えていくっていうのも非常に大切にしてやっているなと思っています。なんですけど、やっぱり父と同じことが同じようにできないっていうのは、私の中で課題というか苦しいところであって、それをうちに来てくれている従業員さんにやっていっていただかなければならない、やっていっていただかなければならないとなると、教えなければならない、でも私は大して教えることができない、父が教えてくれることを期待するんですけれど、そういった時に、さっきお母さんがおっしゃってたみたいに、誰でもすぐにできるようなことを上手に伝える方法はないだろうかっていうのを常に考えています。それから産地、碧南市碧南美人っていう人参の産地なんですけれども、その碧南美人を作っている農家さんが130軒ほどいらっしゃって、
今まで皆さんでいろんな技術を磨いたり品種改良をしたりしていく中で、今碧南といえば人参の産地だよねって覚えてもらえるようになりました。でもここから先その技術を磨いてきたこともデータとして蓄積させていかなければならないですし、今後新しい品種を作っていくにも、ただただ今までは職人技術のお父さんたちがこぞってあれがいい、これがいい、これはあかん、こっちにしたらよかったって言ってただけなんですけど、この先も碧南美人というブランドを続けていくためにはこのスマート農業という力が必要なのかなと思っています。ただですね、うちは露地野菜農家で皆さん施設されてるのとはまたちょっと遅れているのかなと思うこと、全然何もできていないです。今日もなぜスマート農業のテーマで私はここに座っているんだろうと思うぐらい、うちは全然何もできていないです。ただできていないからこそ、今日この素敵な学びの場で何かちょっとでも取り組めることを持ってかれたらいいなと思っています。なのでなるべくハードルは低く、私たち何もやってない私でも、それからちょっと高齢な父たちの世代でも取り組めるような入り口の広い簡単なことから、どうやったら進めたらいいんだろうなっていうことを今日は学びたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、一旦ここで、切って加藤副大臣からコメントなり、ご質問なり、いただければと思います。よろしくお願いします。まあ、ただいまですね、下村さん、小野田さん、大橋さん、永井さんからそれぞれ、の方の思いというか、これからの取り組み、姿勢というかですね、いろいろとお聞かせをいただいたわけですけれども、まあ、そういう中で今からスマート農業に取り組んでいきたいという永井さんはそういう話をされました。そしてまた下村さんには、まあ、現状スマート農業の先端を切っていろいろなこの技術を使用して私も先ほど、補助の視察をさせていただいたわけでございますけれども、まあ、環境の制御、整備等々をですね、駆使しながら、素晴らしいものを生産をされておられる方々、それぞれのこの立場立場があるように感じました。まあ、そういう中でですね、やはり、これからの農業というのは、先ほどのお子さんだったんですかね、農業の今は非常にこの変換期になっているのではないかなという思いをこう話をされたわけですけども、まさに今そういう時期に来ておるんだろうと思います。まあ、露地野菜にしても施設野菜にしても、やはりスマート農業であらゆるこの機械化できる要素というのは数多くあるわけですから、そうしたものをですね、いかに駆使して、利用するかというのが、これからの農業には私は大きく求められるのではないかなという思いがしております。まあ、そうしたですね、現状を捉えて、政府としても、今回スマート農業の実証プロジェクトというのを計画をして実証しておるわけです。まあ、これは2年間の予定でですね、今実施をする予定にしているわけでございますけれども、まあ、それは何でかというとですね、多くの作物の中で栄養サイクルというのが
理念すれば一巡するであろうと、そうすればその農業経営に及ぼす効果というのがある程度は実証されるのではないかなと、それをまた実証されたことをですね、飛びして広く人口的に発信をして利用してもらう、そして、農業者の方々の生産高に、所得向上に、資するように、取り組んでいきたいというのが大きな、まあ、趣旨があるわけですね。まあ、それと先ほど永井さんの方から話をされましたけれども、今まだどうした方向で、取り組んでいったらいいのか、今この模索中であるというようなことでございましたけれども、まあ、先ほども申し上げましたけれども、令和元年度からですね、スマート農業の実施を導入するというのは、全国69カ所で、まあ、実施をしておるわけですね。まあ、そうした数多くの実施をしながら、情報の発信を行っているところでございますので、まあ、地方の支援局とか、また各自治体がスマート農業に対してのイベントを数多く実施をしておるわけですから、そういうことにですね、一つの足を運んでいただいて、実際自分の目で見ていただくことが、自分なりにこの方向で取り組んでいきたいとか、これを利用したいとか、いろんなこの自分なりの思いというのが実現できるのではないかなという思いがしておりますので、ぜひともそうしたですね、言うとともに、足を運んでいただいて、実際に自分の目で見ていただくことが、私はまず先決ではないかなという思いがいたしました。先ほど大臣の副大臣のお話の中に、2年あれば、一日中して、成果が出るだろうと、スマート農業の技術の加速、開発実証プロジェクトなんですね。こちらの方の2年、一作、私どもで言うと一作になってしまうんですけれども、そこで成果という話なんですけれども、成果の出るという部分もありますし、まだ継続して、掘り下げていけば、もっと大きな成果が出るものと、いろいろ、テーマのレベルがあると思うので、ぜひ継続してやった方が、成果が出るだろうというテーマに関しましては、そちらも掘り下げて、出るようなチャンスをいただけるかなと。まあ、当面ですね、まあ、2年作のこの営農サイクルというのは一巡すれば、まあ、効果があるのかないのかというようなことがですね、実証的に、分かるのではないかなということでですね、まあ、とりあえずこの2年というのを目標にしておるわけですけれども、まあ、しかしながらですね、このホームプロジェクトで支援した機器というのは実証期間が終了後もですね、引き続いて、データの収集等を行う場合には無償で、継続使用ができるようになっておりますので、そういう方向でまた独自に思われたこともですね、継続して使用になっていただければいいんではないかなという思いでございますので、ぜひともそういうことでご使用いただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあまた他にございましたら、また最後にこうご意見をこうお伺いするということでですね、続きまして、久野さん、太田さん、三浦さんの3方から、お話を伺いたいと思います。まず久野さん、お願いいたします。はい、私は愛知県西三河農林水産事務所農業改良普及課で農業改良指導員をやらせていただいております。私、皆さん、優秀の下から
はい、いろいろお話しあったと思いますけれども、私は愛知県に入ったのが平成2年度と、はい、入りまして、まあ、その後、まあ、いろんな職場でいろんなことを経験させていただいてはいただいておりました。まあ、県の農業総合試験場では先ほどの副大臣からちょっと退役を考えるという言葉がハウスでありましたけれども、まあ、取り出しナスの方の、はい、短期化成の育種だとか、また前職では農業外からの新規参入者の収納へのお手伝いということで、3年間で細かい数字忘れちゃいましたけれども、大体50人くらいの収納のお手伝いができたかなと思っております。それで今こちらの西尾の方に来まして、JA 西三河中流部会の方を担当させていただいておりまして、今ちょうど3年目になります。最初こちらの方に西尾の方で JA 西三河中流部会の方を最初担当された4月、はい、雰囲気がやはりこの中流部会だいぶ違うなっていうのはもう4月当初から感じておりまして、それで分かっていくうちに、あ、やっぱり違うんだというのが実感できました。はい、他のいろんな部隊の方の担当もさせてもらったこともあったんですけども、はい、ここまで横のつながりがあり、はい、まあ、今ではその情報共有とかそこら辺でやはり中流会も注目はされているんですけども、それ以前のお話で人との人のつながりがきっちりできている部会っていうのは初めてだったので、ちょっと私も考えるようにいかんなと思って、今まで通りの活動ではちょっと置いてかれるかなと思ったのが一緒に来た時の印象でした。はい、それでそうこうするうちにスマート農業実証プロジェクト昨年と、はい、応募がありまして、その時に今の下村さん、JA 西三河と一緒に応募の方させていただきまして、現在中流部会の担当とともにスマート農業実証プロジェクト の研究対象者ということでやらさせていただいております。それで今回のスマート農業実証プロジェクトの方 のコンソーシアムとしましても、一応この課題名が ICT に基づく有益栽培から販売による施設給油のデータ駆動経営一貫体系の実証ということで、この中のデータ駆動というのを強調させてちょっと今から説明させていただきたいなと思っております。今までもいろいろデータいろいろ言われていたと思うんですけども、この中流部会の特徴、人との人つながり、データ共有、さらにその発展させていくことにより、やはりこの産地、生産者の経営の発展が望めるかなということで、データの必要性がやはり今以上に増してきているかと思っております。ただこのデータに関してやはりデータ収集っていうのは当然重要ですけども、そこで生産者なり私たちの指導者もそうですけども、負担になるようですが、そこでデータ収集自体ができなくなるということで、リアルタイム性を持った自動収集が必要であると考えております。それで例えば環境データ、植物の生態データ、労務データ、販売データと農業っていう、まあ、一つの形態ですので、あらゆるデータっていうのがその形の中に内在しているかと思うんですけども、それで今データを収集しているんですけども、その過去のデータ中流部会、とりあえず今実証農家で下村さんのところのデータだけでも近くのデータから環境データ、販売データ全て含んで256項目、過去4年くらいのデータがあります。もうすでにビッグデータ化されておりますので、それを解析する
データ収集の今度アウトプット、その辺がさらに重要になってくるわけなんですけれども、例えば私がそのビッグデータを解析しようとしても、まあ、時間的にも向いてありますし、費用的にも向いてありますので、そのような組織的な分析体制の必要、特に今回はスマート農業の方をさせてもらって役所の中でやらさせていただいておりますけれども、継続的なそういうような仕組みがうまくできて、さらなるビッグデータをさらなるアウトプットに向けて、はい、やっていくことが必要ではないかと思っております。ただそのビッグデータを収集して今現在あるわけで、分析の方も取り掛かっておるんですけども、さらにそのデータ等の利用しましての、あと先ほども大橋さんとかありましたように、新規就農者のとか技術1年目2年目の子でも栽培ができる、はい、ある程度収量が得られるということで、やはり環境制度の自動化、それについてもこのデータの蓄積っていうのは非常に重要になってくると思っておりまして、はい、それにはデータ、今度はデータの精度というものが求められるということも思っておりまして、ただ取ればいいというわけではなくて、継続的に安定したデータ、それで精度の高いデータ、言うなればセンサー一つから選択して、特に今研究会の方でデータの共有って言っておりますけれども、やはり同じセンサーを用いて同じ目線でというようなことで、共有である程度のデータ、お互いのデータが見てお話ができるんじゃないかなと思っております。ということで今ちょっとデータのことについてちょっと限ってお話をさせていただきましたけども、あと今の、分析、その後のアウトプット、例えばデータを見える化するのにユーザーインターフェースどうやって作ろうねということから、はい、もうそうすると多分、今コンソーシアムの中でも一緒にさっき自動化ですと豊谷さんだってあったり、植物生態情報のであったら豊橋機械であったりで、それでまたユーザーインターフェース、共有するのにユーザーインターフェースの重要性っていうのを特にこの今の仕事をやり始めてから周りの人にいろいろ教えられています。それは間違っていることではないなと思っておりまして、それでそのようなデータについて積み重ねがあれば産地全体の発展に資することができると思っておりまして、統合的なデータの連携が必要であると思います。それで今後例えば今トマトでも企業の、はい、参入がありますけれども、トマトでも10年後20年後を見据えるとそのような企業参入あると思っております。それで下村さんも言われておりましたように、やはり産地で一つになって、それに企業と一緒に行ってもいいですし、産地で一つになってもいいですし、JA 西三河の給油部会で今若い生産者が非常に多く入ってきておりまして、その生産者が10年後20年後給油生産で、ね、子どもを大学に出して、はい、次の世代をまた給油をやってくれるような環境ができるなら、その引退する今のデータを集めることが有効であるかなと思っております。この集合体、携帯の集合体による産地内連携、データの形で生産連携というようなモデル的なものもできると、他の産地も参考にできているんじゃないかなということを思っておりまして、今私の立場ですと西三河農林水産事務所という地元におりますので、地元に密着した組織でないとできなければいけないこともありますので、また
主任部下と一緒になって今後も活動の方やっていきたいなと思っております。ちょっと長くなりましたけども、とりとめない話で申し訳ありませんけども以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、太田さんお願いいたします。はい、J 西三河営農企画課の太田です。よろしくお願いします。私はですね、J 西三河営農企画課という部署でですね、農政の関係から農地、それから、あと税務の関係、食育、非常に幅広いですね、農業に関わるという業務を行っている部署で、働いています。その中でですね、うちの部署の一つの事業として、農家の皆さんがですね、新技術に対しての支援ということで、今回のこのスマート農業に関わる部分、実は平成26年からですね、農業 ICT の活用について事業化をしていこうということでですね、今見えば下村さん中心としてはですね、施設園芸の皆さんとですね、取り組みをスタートしていたのが、スタートになります。で、当初ですね、当時はですね、いろいろその ICT ツールを使うといっても、じゃあどんな情報を、どういうふうに、取っていけばいいんだ、そういった部分からですね、まずスタートしたんですが、とにかくリアルタイム性、リアルタイムに、産地の農業者がコミュニケーションが取れることが第一優先だということでですね、ICT ツールの導入開発を産地でこれ、進めてきたわけです。でそういったですね、土台の中で今回ですね、スマート農業への取り組みということでですね、農家さん非常に、産地の中でも多様化、先進的な農家さんからですね、家族労働でですね、小規模な農家さんまで非常に多様化した中で、産地が一体となってどう進めていこうか、産地化していこうかという中でですね、この、ICT それから、スマート農業ということをものについてですね、必要不可欠なものだと、J としては考えて今取り組みをしております。で、最終的にはですね、農業にご承知だと思いますが、いろんな技術があるものの非常に再現性という部分では難しい部分がありますし、個々の農家さんごと例えば施設土地、いろいろ、個々にですね、事情が違う部分もありますので、まずは、自分の、経営基盤である農地や施設を知るために、いろんなものを数値化して、そのデータをですね、活用していくということをですね、進めております。今後ですね、このスマート農業についてですね、ICT の取り組みからスタートしたわけなんですが、実はうちの先ほど営農企画課の仕事の話をさせていただいたんですが、まず栽培のことでこの ICT を進めてきたんですが、先ほどからも活用してみる方からの話もありますが、非常にいろんな部分データが深く階層的に、深くなってくるとですね、さまざまなその分析という部分を、進めていく必要があります。データだけいくら集めてもですね、活用ができない、スマート農業化ができないということでありますので、そういった部分で今回我々、スマート農業コンソーシアムでやっているメンバーの中にはですね、分析のプロの方を今回の事業の中にですね入っていただいて、その中で、栽培だけじゃなくて経営等々を活用できる、例えばですね、栽培のデータを農具に活用する、それから栽培のデータを販売の方に活用していく、そういうふうに深く深くデータの活用の広がりが出てくるというのが今回スマート農業の、事業を取り組ませていただいた中での、大きな、気づきだなと捉えております。
今後ですね、JA もですね、こういった事業をですね、いろいろ進めていく中で、実は私らの部署もですね、当初5人の部署だったのが、上席、それから経営者の、ご理解の中でですね、現在10名の職員が、おります。幅広くですね、その ICT によってですね、やらなければ、もう取り組んでいかなければならない、項目が非常に増えてきた、裏付けになってしまっているんですが、今後もですね、そういった部分で、人物金、という部分はですね、この農業界が、産業として、競争力のある産業を持っていくためにはですね、非常に必要になってくるということですね、地域の環境としても、目いっぱい今後もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと取り留めのない話でしたが、以上させていただきます。はい、ありがとうございました。続きまして三浦さん、お願いいたします。トヨタネの三浦と申します。よろしくお願いします。私は資材、農業の種ですとか、あと農業ハウスの建設ですとか、そういったことを、トータルでやっている会社に勤めております。その中で私は養液栽培ですとか環境制御機の販売普及をしておりまして、今回下村さんの補助でついておりますプロファームに関しても株式会社デンソーとは開発当初からずっと関わってきたメンバーになります。今回私からはこういった普及を進めていく側の立場として3点ほど頑張っていること、苦労していること、それが要望につながると考えまして3点考えてきました。一つは、今回このスマート農業という観点でいきますと、すごく異業種との交流が多くなっております。やっぱりその方がスピードも速いですし、いろんな技術も活用していく必要があるということでやっておりますけれども、すごく、手間と、コストがかかっておりまして、何が、手間がかかっているかといいますと、一つはまず考え方のすり合わせから行うということで、まず、全然違う業界同士、そういった考え方のすり合わせから行うということから始めるので時間がかかる。で、あとコストの方も、農業界で、いろんな資材を開発する、経費に考えますと、桁が一つ違うぐらい、かかってくるといったことがあります。で、ここに関してはいろいろな農水省の方でも、予算でフォローしていただいておりまして、すごく助かっているところと、今後引き続き、お願いしていきたいところであります。2点目が、アフターサービスになります。このスマート農業を導入しますと、意外とこの導入してからの方も、手間コストというのがかかっております。アフターサービスというと修理だとかメンテナンス、そういったもののイメージが強いかもしれませんけれども、このスマート農業に関しては先ほどから出てきておりますデータ分析、あとそれだけじゃなくて分析したデータからいろんな提案で、提案した内容からさらにコンサルティングといったところまで幅広く行っていく必要があるという状況になっておりまして、ここに関しましては、いろんな、地域のリーダーであったり、いろんな公的機関であったり、そういったところでも取り組んではいますけれども、なかなか人材が育っていない状況だと考えております。私たち企業としても、そういったところ力は入れてはいるものの、なかなか、いろんなところと連携してやっていかないと、難しい部分かなと思っております。あと、3点目ですけれども、全然ちょっと方向性変わりますけど、予算の使い方がすごく難しいなと思っておりまして、いろんな農水省としての予算をつけていただいているんですけれども、市町村によるすごく、温度差というのか、そういったものが、大きいなと思っておりまして、私たちもいろんな予算を取るための見積もり等を書いているんですけれども、恥ずかしい話ですけど、ひどい時は、見積もりに対して1割も、使われない時があります。それぐらいやりたいという方はいても、なかなか、市町村とのやり取りがうまくできていないというところもありまして、私たちとしては、東海農政局さんであったり、県の方であったり、そういったところとのもっと連携を深めて、いきたいというところと、企業としてもやはり取り組めることを、またアドバイスをいただけるとありがたいと思っております。私からは以上です。
はい、ありがとうございました。またここで一旦区切って加藤九段の方からコメントをお願いいたします。はい、ただいま久能さん、太田さん、三浦さん、それぞれからご意見をいただきました。太田さんには JA の職員として ICT 等の先端技術というのはこれから精一杯積極的に取り組んでいかなければならないという思いを持っておるし、またこの先端技術を幸いだけではなくして経営の方面にもいろいろと運用を利用すべきじゃないかというようなご意見をいただいたようでございました。やっぱり今経営の皆さんにしてみれば特に組合の中には小規模零細から大規模の方々までおられるわけですから、そうした方々はそれぞれのやっぱり、規模に応じて指導をされたり、協力をされたりしていかれるいかなければならんという思いだろうというふうに受け止めたわけでございますけれども、まあ、そうした中で苦労されながら、農家の方々と寄り添って今取り組んでおられるものと思います。まあ、しかし、前回のグループの中でも申し上げましたけれども、本当に今小は小なりに大は大なりにこのスマート農業に取り組んでいかなければなかなか生き残っていけないのではないかなという思いがですね、今ひしひしとしまっているような私も思いをしておりますので、これこの JA の立場としてもそういう思いを強く持たれておるんだなという理解をしたところでございましたので、やっぱり農協というのは組合にあっての農業であるし、そして初めてお互い電気を取りながら地域の振興発展にも大きく寄与されていかれるわけですから、ぜひそういうことも踏まえながら取り組んでいただきたいなという思いがいたしました。それと、まあ、この他には先ほど下村さんの補助で、お会いをしていろいろこの技術的な問題、先端技術の問題についてもお伺いをしたわけですけれども、非常に、いろんなこの研究をされてですね、スマート農業の先面を切っていろいろこの研究開発をされるということは、私はそれから非常に、この方々の立場の方々のですね、協力というか力というのはですね、以前にも増して大きくなってくるんではないかなという思いがいたりしておりますし、そうした努力をされておられることを今意見として改善されたんではないかなという思いで控えていただきました。それと三浦さんの栄養の次第の提供される立場で、いろいろとお話をお伺いをしましたけれども、本当にこのいろんな機器を購入をしましても、アフターというのがですね、一番私の大事な問題ではないかなという思いで、改めてですね、控えていただいたわけですけれども。こういう中でですね、やっぱりどうした
1年、アフターの目については、もっと具体的に、お聞かせいただくわけにはいかんでしょうかね。はい。今、愛知県では取り組みとして進んでいる内容だと思うんですけれども、やはり組織を超えた中で人材を育てるということを先ほどのコンサルティング側のところも育てていかないといけないと思いますし、あとやはりこれはスマート農業を進めているのにあたってそこを人材で頑張ろうというのもなんか変なんですけども、やはり人材の方は少し長期で見ていく必要があると思っておりますので、どうしてもあんまり言うと口なってしまうかもしれませんけど、県の方とかもやっぱり移動も早くなっておりますし、企業の方もかなり担当者の交代も早くなっておりますので、そういったところはしっかりと連携を取ってそういった人材育成というのをしていく必要があると考えております。はい、ありがとうございました。やっぱり人材はですね、人材をやっぱり本当育成をしていくという、育てるということは、私は あらゆる業界にとって、産業界にとってですね、私は最大の私は要点であろうと、私もこのように考えております。そのためにはやっぱりですね、人材育成、人材の育成のためには、行政としても、政府としても、あらゆるやっぱり手を尽くして、皆様方と連携を取りながら、また異業種の方々とですね、交流を重ねながら取り組んでいくということは私は大事なことであろうと、このようにベタベタ次第でございました。農林水産省としてもですね、異分野と農業分野との連携を図る場として地の集積と活用の場、産学官連携協議会というのを立ち上げて、多くのイノベーションの取り組みを推進をいたしておりますので、そうしたことを通じてですね、人材の育成にもつなげることができればという思いで推進をいたしておるところでございますので、まあ、そういうことも、それぞれの方にも受け止めていただいて、活用していただければなという思いで、それでは他にご意見なければ、次の、方々に、お願いしたいと思っております。続きまして小川さん、高山さん、榎本さん、榊原さん、お願いいたします。はい、農業総合試験場の小川と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、農業総合試験場で施設野菜の栽培試験をしている部署に入ります。で試験場はこれまでですね、愛知県の、スマート農業に対する考え方ということで、愛知型植物工場という名前を出しているんですけども、機能的な大きな施設ではなくて、農家の人の8割ぐらいの方がそうだと思うんです。以上の方がそうだと思うんですけども、既存の施設に環境モニタリング装置ですとか、いろんなそういう機器をつけてレベルアップしていこうというスタンスでですね、環境をモニタリングするという装置を民間企業と共同で開発したりですとか、それを使って CO2を制御しながらですね、細かい環境制御の温度湿度とか、光環境などを制御してレベルアップしていく。で、産地で先ほども出てましたけど、データを共有してみんなでレベルアップしていくということで、試験研究をしてきております。で、また行政の方も、それに伴って産地でそれを、普及するようにというふうにしてきたかと思います。
で、これまでやはりその CO2 っていう二酸化炭素の効果っていうのはすごくそういう環境性、細かい環境整理をすることで出てきて、まあ、収量を 10% とか 20% とか上げてきたんだと思います。で、まあ、で今ですね、まあ、その段階からですね、まあ、次の段階に入ってるのかなと思ってまして、まあ、先ほども出てるんですけども、まあ、一つはですね、季節野菜っていうのが、トマトやナスやキュウリ、一応みんなそうなんですけども、夏以外に年間通して長期で栽培しているということで、栽培をしながらですね、生育を見ながらまた栽培管理を変えていくという性質があるということで、生育調査を結構してる。で、その生育調査をもっと関連化できないかということで、まあ、画像解析などを利用して、パインの生育診断をしていく、ということ。それから、もう一つ、先ほど皆さんがおっしゃっている、環境や生育データ、膨大なデータをですね、整理して、今後の栽培管理につ、どうしていくかとか、まあ、収量できたら収量予測、や販売予測などにつなげていきたいというような技術開発を今後していく必要があるということで、まあ、それにも少し着手し始めております。で、まあ、それをやるにあたりまして、やはりすごく重要なのは、まあ、今まで農業関係の試験場だけで、まあ、全然できる、やれることではなくてですね、まあ、現在もすでにそうしているんですけども、大学ですとか民間企業ですとか、で共同でやはり進めていこうとないとできないということで、まあ、農水省の方の予算を取ったりしながらですね、進めてまいりまして、まあ、今後もそういうことがやはりすごくどんどん必要になって、新しい技術をですね、現場に生かしていくためにはどんどん必要になってくるのではないかと思っております。で、まあ、で農業技術っていうのはですね、まあ、やはりすごく細かい技術、経験的な技術っていうのが多くですね、そういうのをですね、まあ、データ化するっていうのがやはり地道な仕事なんですけども、やっぱり新しい技術をで客観的なデータでもって効果があるないっていうのを、まあ、示していくっていうのが、やはり農業試験場としてはすごく重要な役割だと思ってまして、まあ、それを現場のような農家さんのところで実証する前にですね、そういうもっとその前の技術を実証していくというような、まあ、共同で進めていくという役割を、していかなければいけないのかなと。私の方からは以上です。はい、ありがとうございました。続きまして高山さん、お願いします。はい、豊田市技術科学大学の高山と申します。よろしくお願いします。私どもの大学はですね、工学系の大学なんですけども、このスマート農業っていうキーワードでやっとですね、工学的な技術と農業が一体化してですね、私どもの先端的な開発が農業の現場でお使いいただけるような方向性が見えてきたかなと思っています。でその中でやはり施設生産、先ほども下村さんだとかですね、大橋さんだとか、そういったところで高度な環境調節というものをやって生産性を高めていくという話なんですけれども、環境の制御ということに関しては相当進んでいる。もうインターネットも使ってそれぞれ共有もしていますよというところで、ある程度の到達点にございます。ただですね、じゃあ今日の夜の気温を何度にしましょうか行った時に、どうやって判断したんですか。でなるとやっぱり今日の生育状態を見て今日の気温昨日より1度下げとこうかとか1度上げとこうかとかですね、そういったことができるようになってますので、で、つまりですね、生育状態を見極めて判断して環境調節装置を設定値を変えるっていうのは人間がやる仕事になってるわけですね。で、それで生育状態の見極めっていうのが人間に依存していて、だから難しい
人間の目に生育状態の見極めを依存している以上ですね、これが最大の弱点として、施設生産にのしかかっていきますよね。ということで私どもの取り組みはですね、植物の生育状態の見極めっていうのをセンサーだとか、それとロボットを組み合わせますよ。毎日それが自動で動いて正確に毎日の生育状態を把握できるようにしますよっていう技術開発をやっているのが植物診断技術の開発ということになります。で、こういった装置を使うことによってですね、農業生産の判断のところ、環境調節の判断のところの不安定性を除去することで、より早い生産性の向上だとかですね、あとは新しい装置が出てきます。先ほども小川さんからもご紹介があった通り、二酸化炭素っていうのを植物に与えるとたくさん大きくなるわけですね。二酸化炭素を吸い込みます。その吸った二酸化炭素で体を作る材料を作っているということになるので、どのタイミングでどれぐらい二酸化炭素を上げると一番たくさん吸うんだろうかといったところがですね、環境調節においてすごく重要な技術になってきます。ということで今日ご覧いただいたのかもしれませんけども、植物体を透明なもので覆ってどのタイミングで一番二酸化炭素を吸っているんだろうかとかですね、そういったかなりハイレベルな植物の計測技術もスマート農業の中では生産現場で使われるようになってきています。でこの技術とですね、植物の生育状態を測るという技術と環境調節の技術と、あと農家さんの判断というのは全てデータ化されて、それに基づいて最適なものを皆さんが選べるようになるとかですね、そういうふうにするべきなので、やはり農水省様が推進しているようなスマート農業の実証に関しては、植物の生態情報計測というのは必須にしていってですね、さらにこれを活用するようなスマート農業の推進というのをご支援いただけると、我が国の農業生産技術のですね、重要なポイントを世界にこう先立ってデータ化してスマート化っていうものをリードできるだろうというふうに考えています。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、江本さんお願いいたします。愛知県立農業大学校教育部農学科野菜グループ施設再生課の森です。農業大学校では施設野菜専攻の指導職員として主に火災ですね、ハウスの中で作るトマト、ナス、キュウリ、メロン等の栽培に対して学生に指導を行っているところです。スマート農業に関してですけれども、私農業大学校に配属されて今年で3年目なんですけれども、最初の1年目当初からですね、もう豊橋なんかではかなりトマトでは施設園の中で ICT をだいぶ活用しているという話もある中で、じゃあ農業大学校の中では学生にどういうふうにそれを教えていくかということは問題に議題にだいぶ上がってきていました。ただその当時に関してはまだ正直ですね、 ICT の I の字もないぐらいの設備でして、そういった中でどういうふうに学生に ICT っていうものを教えていくかというのを、学校内でだいぶ話があったんですけれども、最初の年にじゃあまずは見えるかということで、まずできることからということで、皆さんやってることなんですけれども、まずはハウスの中の温度と湿度だけでも見える化をして、見える化をすることによって、プロの方が感覚で、判断していたものを学生も感じ取ることができるようにしようと。で、今年からですね、11月にようやくプロファインダーという環境モニタリング装置を1台導入していただきまして、今度は CO2 も測れるようになっている。で、CO2 はどういうふうに動いているのかね。で、その CO2 と合わせて温度、湿度っていうのはどういうふうに1日で変化をしているのか。で、それに対して、換気の管理ですね、窓をどういうふうに開いているかとか、あとは換水をいつやるかとか、そういうのも含めてですね、今学生の方に講義や管理作業というものに活用しているところでございます。で、国の支援もありまして、今年の春にようやく農業大学校でも ICT 温室を1台導入することができまして、来年の春から実際の稼働の方を始めたいと考えております。
で、スマート農業への考えということなんですけれども、ICT ですね、活用することで、AI がまあ自動で、最適なハウス内環境を設定してくれるというところがありますので、まあ、スマート農業というのは経験の少ない学生でもですね、大幅な生産性の向上と省力化というのが可能になる素晴らしい技術であるというふうに考えております。また先ほども申しましたが、ハウス内環境が見える化できるということで、経験に頼ることなくデータを指標とした栽培が可能となるということで、経験の少ない農家でも安定した品質と収入を見込むことができるということで、まあ、将来の農業の担い手であったりですね、新規の就農された方が、いち早く収量を得て、しかも資金質も、取れるということを補助するツールであるというふうに考えております。ただ、スマート農業にですけれども、あくまでもツールであって、やはりツールである限りは人間が使いこなす必要があるということで、先ほどからですね、下村様からずっと話を聞いてて、やはりいかにそれを使うことが難しいか、どういうふうに活用するともっと有効になるかという話がずっと来ていたんですけれども、私は農業大学校の職員ですけれどなので、このツールをどうやって学生にうまく使いこなすんだよということが教えられるかなと、本当に初歩的なところで考えておるんですけれども、まずはですね、やはり初歩どこから持っていくかというと、そのスマート農業を使いこなすということに関してはですね、まず正常にそれが稼働しているかどうかっていうのを見極める観察眼というのを学生が持ってもらいたいなと思っています。でそのためにはやはり従来の農業技術の知識というのが不可欠なんですね。実際にハウスに入った時に、もう ICT で統合環境制御があれば自動で動いてはくれてはおるんですけれども、それがある時センサーが壊れているとかですね、あとは停電をして動かなくなる時に、じゃあ実際にどういうふうにそこでフォローをするのか、なんか実際に統合環境制御はしてるんだけど、なんか内の調子がおかしいぞ、やっぱりちょっと装置がなんかセンサーが壊れてるんじゃないかなっていうのを気づくのはやはり人の目だったりとかですね、今までの農業の経験だったりすると思うんです。で、そう考えますと、当然新しい技術である ICT というのを学生に学んでもらうというのも一つなんですが、それと合わせて従来の観察をして自分の目で判断するというような、そういう判断力というのも合わせて学んでいってもらいたいなというふうに思っているのが私の抱負になります。またですね、先ほども申しましたが、来年4月から ICT ハウスの方がようやく等の等専攻でもですね稼働しますので、環境制御を活用したトマト栽培で40トン取りという実証に取り組みたいと考えております。国への要望ですけれども、やはりですね、ここやはり3年見てて思ったのはですね、近くに豊橋という大きい産地がありまして、そこのご子息が入ってくる中で、いかに教えるか、うちのハウスの方がよっぽど最新だよと言われるのがすごく悔しくてですね、でそういった中でも農業の基礎というのを教えながら、やはり最新の技術も教えてあげたいなという気持ちを持っていたものですから、やはり教育水準を向上させるって、実践力を養う、そういうためには現場レベルと同等の施設や設備を使用した実習というのが、農大にも求められるのかなと思っております。そのためにでもですね、環境制御装置等々の設備投資というのがやはり正直少しネックになってくるかなと思いますので、このあたりが少しコストダウンできるような支援、もしくはですね、そういう使いこなすためのソフト面の支援などを国にはお願いしたいというふうに考えております。
もう1点ですけれども、スマート農業を活用することによって収量が上がってくる、当農場でも、当先行でもですね、出荷という形で、市場にトマト等を卸してはおるんですけれども、収量が上がる一方で、需要というのがなかなか上がってきていない。そうするとですね、供給が過剰になることによって、単価が下落してしまうということが懸念されるのかなというのを今考えているところです。そこで農産物の価格が今後ですね、そういうことがならないように維持および向上に向けた施策というものを検討していただければありがたいなというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして榊原さん、お願いいたします。あ、こんにちは、農業大学校の先生、榊原関西です。もう何で僕がっていうあれも本当に農業のスペシャリストや本当に最新技術とかのスペシャリストの皆さんがいる中で、本当に農業の農事に触れてるだけのような僕がその農業について語れと言われてもなかなかこう難しいんですけど、なのでちょっと僕の話をしたいかなというふうに思います。僕は今の農業大学校で2年生でお茶材専攻で農業について学ばせてもらってるんですけども、2年間いちごにいちごをずっと栽培してきました。何でいちごをやってるかっていうと、その僕の家が西尾でいちごを栽培させてもらってて、その将来自分が何やるかって考えた時に、とりあえずは今親父がイチゴやってるんだったら、じゃあ俺もイチゴやろうっていう思いでイチゴを専攻させてもらってます。それでなんですけど、その最新技術っていうのが全然何か分かってなくて、今日はそれが勉強したくてこの来させてもらったんですけど、でさっきすごいの最先端技術の話を聞いて、あ、やっぱり自分が何も知らないなっていう、本当に無知だったんだっていうのを改めて痛感することができました。農業大学校で僕がイチゴ専攻していて、その1年生の時にアグリログを導入させてもらったんですけども、で最初アグリログを導入した時に、あ、すごいこんなのあるんだっていうふうに思って、例えば、室温だったりとか湿度、二酸化炭素濃度とかが全部もうどこにおっても携帯一つでハウスにいなくても全部分かっちゃうっていうのにすごい感動したんですよ。最初の2、3ヶ月はあ、すごいなすごいなすごいなと思って、二酸化炭素濃度が高いな、イチゴが出るな、ハウスの温度が高いな、イチゴがまた赤くなるなっていう、もうすごい最初はすごいなと思ってたんですけども、だんだんなんかこの例えば温度が上がってしまったときに、じゃあイチゴがちょっとなんか育たなくなってきたことになって、あれ、なんか別に温度とかは湿度とか二酸化炭素の別に問題ないけど何がダメなんだろうっていう、そのなんかいざアグリログを導入して最初はすごいなって思ったんですけど、その後に問題が発生したときに対応ができない、どうやったらいいの、それを先生が言ってもらえないかちょっと言えないですけど、教えてくれる人がいないなっていう、分かる人がいないっていうのが今僕が思ってる問題かなっていうふうに思ってて、そうですね、それがもっと例えば生徒とかに伝われば、いざさ生徒が就農した時に、あ、これも農大でやった、あ、こんな問題あった、一緒だ、あ、じゃあこうすれば解決できるっていうのがもっと分かればいいなっていうふうに感じたのと、あと、もうちょっと関係なくなっちゃうんですけど、新規就農者とかに、もう農業大学校で農業やってる新規就農者とかじゃなくて、その僕の場合、先の先輩に、農業ちょっと興味ある先輩が一人いて、農業ってどうなの、何が儲かる、何やったら儲かるって時々聞かれるんですけど、正直僕の中はですね、農業に
触れてる農業、農地に触れてるだけの人間なんで、いや何が儲かるかは正直そんな分かんないですけどっていう話になっちゃうんで、それなんか新規就農者で農業のことを本当に何も知らん人が農業についてもっと知れる機会があればなっていうふうにずっと感じてましたね。なんでできればその僕が言いたいのは、アグリログとかその最新の技術を導入したときに、導入するだけじゃなくてそれを完璧に使いこなせないと、やっぱり導入する意味っていうのが全然ないと思うので、それを学べる状況をしっかり作ってもらうっていうのと、あとはその何にもパイプがないその新規就農者の人とかにもっと農業を知ってほしい、農業を知る機会を作ってほしいっていうのがずっと僕が思った意見ですね。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではまず加藤副大臣からコメントをお願いいたします。はい、それぞれに、小川さん、片山さん、エロボトさん、榊原さんからそれぞれの立ちまでのご意見を受けたまわりました。その中の一つにですね、県立農大のエロボトさんご意見の中で、農内の施設が一般の農家の施設よりも古くて、というような話もお伺いをしたわけですけれども、本当にこれは私自身もですねよく耳にすることでもあるんですね。農業法の中に言っとる生徒たちの話の中にもですね似たような話を聞くわけですけど、この件についてはやっぱり、政府もうちの高校なんかは県、それぞれの各県が一番のこの窓口になっているわけですが、県がしっかりとやっぱりその辺のところの現状の調査をして、そして自分の県で予算的に、足らなければ国の方にしっかりと話をされるべきじゃないかなという思いをしたところでございました。それと今榊原さんの方からももう少し、なんか学校の施設を見つけ、もう少しこう先端的なものを学びたいというようなご意見もありましたし、このいろんなこのそうした技術をもっとも学びたいということでありましたけれども、例えばどういうふうな機会というか形というのか、もし自分の思いというのがあれば聞かせていただければなという気がしたんですけども、いかがですか。そうですね、どんな機会というか、その本当に僕自身が無視なんで、どんな例えばアグリロードがあるとか、どんな機会があるのかちょっと全然まだ分かってないんですけども、そうですね、欲しい機会っていうとあれなんですけど、アグリログっていうのを導入させてもらってハウスの状況が分かりました。でも状況が分かるだけだと
どういう対応していいかは僕らはわからないんで、実際にその例えば、ね、イチゴだったらイチゴが育てるもっと育つような機械があれば、例えば二酸化炭素発生装置であれば、二酸化炭素発生装置があったらもっとイチゴが簡単に育つんじゃないかなというふうに思います。まあ、榊原さんはまだ農業大学の生徒さんですから、まあ、しっかりとしたそういう幅広い道具はご承知をされておられないと思いますので、まあ、農大の方でしっかりとですね、農大の方でしっかりとお話をされて、自分の意見を述べられることが一つの方法ではないかなという思いがおります。やはりこの県立農大の、思いというのは非常に大きなものがあるのではないかなという思いがしておりますね。まあ施設が増えればそこで学んでも本当の先端技術につなげるような生徒さんとかですからね、つなげるようなことにはなりませんので、そこはやっぱりしっかりと現状を捉えて、県なり国なりしっかりと私をこうしていただきたいなという思いがしたところでございます。それと先ほどスマート農業の活用の中で収容の適切なスマート技術 の選択をすることで、まあ、過剰な供給であれば必ず価格が下がるわけですね。そういうことを抑えるための何かしら技術的なものがないかなということがちょっとこう画像内容に入ったわけですけども、なかなかこれはどうした思いをされておるかもう一度お聞かせいただければなという思いでおりますけどね。トマトの事例なんですけれども、はい、5年ぐらい前だと思うんですが、熊本県で、トマトの栽培面積が2兆個ぐらい一気に増えた事例があるんです。でその時に、まあ、トマトの収量が格段に熊本産のものが増えた。でそれが市場に出てくることによって、今までよりトマトのやっぱ単価がだいぶ下がったという事例がありまして、まあ、スマート農業をするということで、まあ、トマトで言いますと今養液栽培でやると大体今25トンぐらいが、まあ、取れる上限かなと言われているところなんですけれども、それが同じ面積で、40トンから、まあ、多いところだとそれを上回る、収量が上がってくるという中で、そうするとですね、やはり物が余ってくるのかな。せっかく設備投資をしていっぱい取れるんで一生懸命収穫をして出荷をするのにお金がやっぱりついてこないんですね。なかなか作業だけ増えてお金がついてこないっていうことになると、やはりそこに辛いものがあるかな。まあ、私もそこをどうしたらいいかというのは、まあ正直いい案があるわけでもなくですね、まあ、悩んでいるところなんですけれども、まあ、販路を拡大して、まあ、学生なんか夢がありますから、そんなことを言うんだったら日本だけじゃなくて海外も言えばいいという話もやはり出てはきているんですけれども、うん、まあ、これといったこうした方がいいんじゃないかっていうのは私自身もまだ悩んでいる、考えているところなんですけれども、まあ、私個人が悩むというよりは、
もっとこう賢いというか皆さんの知識ですね、いろいろこうお知恵を拝借して利益が出てこないかなという意味合いでもちょっとあの国の方でそういう施策というのは考えていただけないかな、そういう思いで、言わせていただいて。なるほどですね。これは農産物というのは確かに今の、まあ、需要と供給で暴動してみたり暴落してみたり、いろいろこれはもう現から農家にとっては一番の悩みの課題になっているわけですね。まあ、そういうことを捉えて、まあ、異常気象等で桜が進んで、同時に出荷するもんだから、供給の方になって、お役してみたり、よくする、まあ、そういうことを捉えても、シェイクとしても、野菜価格の過程、価格安定シェイクというものですね、作って、そうした時に、シェイクとこう再生産できるような形で、農家に補填をしておるというのが、今の、現状なんですね。戦争ではなくして本当に、スマート農業の中で、それの需給のバランスというのをですねうまく測れればこれに越したことがないんだろうかなという思いも私もですね、まあ、常々、しとるわけですけどもなかなかまだそこまで至ってないことが現状なんですね。まあ、それに加えてですね、やっぱり消費拡大をすることが一番の最大の要素にもなるんでしょうけどね。この辺で、最後にですね、加藤副大臣から閉会の挨拶を申し上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様方には長時間にわたりまして本当に、お疲れ様で、ございました。まあ、本日はですね、こうしてせっかく皆様方にお集まりをいただいたわけでございますけど限られた時間でございましたのでなかなか皆様方も思いの丈を十分果たすことができたのかなという思いをしながら、まあ、スマート農業の推進につきまして、今後の取り組みというのも皆様方のご意見をですね、一応は聞くことができたとこのように考えております。先ほどまた珍しい、トマト本当に初めて教えました。ああそういうトマトもできとるということが非常にこれもまた先端技術の大きな一端であろうとこのように受け止めておりますし、そしてまた、当初下村さんの補助に行きまして、先端技術を駆使したですね素晴らしい補助の中で、休憩の栽培をされておるということでですね私も非常にこの視察をさせていただいて、勉強になった次第でございますし、またそれにとどまらず、まだまだこれまで以上に、スマートフォンと ICT 等々を駆使をして、それ以上のスマートフォン業に進んでいこうという思いを変えていただきまして、私も大変、勉強になった次第でございました。それとまた高山先生が、農業にもやっぱり工学的なものを取り入れてお互いに異業種等々の連携を組んでいくことより以上の素晴らしい農業に発展していくのではないかというようなお話も伺わせていただきまして非常に私もなるほどそれはこれから大事なことでないかなという思いで書いていただきました。本当にありがとうございました。
そして皆さん方が非常にこの地域地域で活躍をされておられるわけでございますから、今後とも引き続いて、農林水産業の活性化に向けたアイデア等々がございましたら、ぜひとも農林水産省の愛知県の拠点をはじめ県とか市などへご連絡いただければと思います。農林水産省といたしましても、本日お皆様方からいただきましたご意見を踏まえて、今後の農林水産業に積極的に生かしていきたいと、このように考えております。最後になりましたけれども、今後の皆様方のご活躍を記念をいたしまして、締めのご挨拶に変えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。